皆様こんばんは。学級会の会ときます。祇園へという歌、夏の歌だわな。ね、だってサビはね、梅雨前線の北へ去って明日から夏になる。心散らして山地あたり人全然何やるか思い浮かばずに、たまたま指を置いたところがそのポジションだったんで、弾きました。今日はね、マーティンの、トリプルを42という、上等なギターで弾きました。さて、カズラジでございますが、これおそらくおそらくですよ、今日はAI に怒られます。ほぼ 100%、そんな感じですね。ちょっと待ってね、曲を出そうかなと思っております。今晩もしばらくの間お付き合いください。カズラジでございます。はい、今日も皆様からのお便りを中心にお送りしてまいりますが、はい、今日はね、僕はラグビー中継に花園に行ってまいりまして、雨が降ってきてね、駐車場まで結構雨が降っておりましたよ。もう大変でございました。さて、ヒデ救急さんですが、ぜひトークライブが実現した際にはやはり2部から3部構成の中に大前勝樹大いに歌うのコーナーを設けて、大前さんのオリジナルソングをたくさん聴いてみたいです。機会があればね、死ぬまで実現するかな。本当にね、困ったもんでございますよ。緑 NJ さん、いつもありがとうございます。学生時代に200人集めてワンマンライブはすごいですね。まあ、ワンマンつっても、まあ、5人のグループだったんだけどもね、まあ、それが40人ずつ呼んでくれば200人になるわけですよ。ね、サークルとか学生同士のつながりでチケット売れたのではないでしょうか。まあそう、みんな義理で買ってくれましたから、もう買って買ってとかって言って、でやっぱり女子のネットワークってすごいのよって、僕文学部だったんで周り女の子いっぱいいたんでね、そこにお願いして、来てもらいましたけどもね、500円のチケット買ってもらいましたよ。また自作の曲のご披露を楽しみにしています。結構いっぱいあるんだけど、自作の歌って。でもね、メロディーを覚えていてもね、歌詞が思い出せないのよ。40数年前、創作活動は以降ほとんどしておりませんから、そんな感じでございますね。
機会があれば、まあ、あの詩はもう一回作り直してもいいんだけどね、メロディー覚えてるならば。最近の一番ちゃんとした歌作ったのはあのバファローズ高校の校歌です。あれが一番ちゃんと、ちゃんとっつっても30分ぐらいで作りましたけどもね、ありがとうございます。続いての、お便りで、大前さんのご指摘通り博多華丸大吉のご両人は博多弁を使っておりますというのは佐賀のりさんです。特に漫才では華丸さんは博多弁を話し、大吉さんはできるだけ標準語を話すように心がけているようにお見受けしますと。そうかな、そうかもしれませんね。まあ、でも時々あの突っ込む時にあの博多弁で突っ込んでるよね。ね、僕あの二人の漫才大好きなんだけどもね、なんか誰も不幸にならない、誰もがハッピーになる漫才だと思わない？もうすごいと思いますわ。ありがとうございます。ミス緑橋さん、お前さんラグビー実況お疲れ様でございました。ありがとうございました。ニューヨークで見てくださいましたか、ラグビー実況。福岡の方言、たくさんのコメントが来ておりましたねということ。私は中学3年生から福岡に住んだのですが、転校初日の始業式で受験生は自覚を持ちなさいとお説教を始めた先生がバッテンと言ってるのを聞いてとてもびっくりしました。バッテンね、話の流れからはでもね、だけどもねという意味なんだろうなと、推測しましたが、バッテンの印象が強すぎてお説教がの内容があまり入ってこなかったことを覚えていますね。え、地下唾、とてもすごくという言葉も印象的。地下唾、初めて聞いた。バッテンは聞いたことあるけど、なるほどね、ありがとうございます。それから私が通っていた専門学校は福岡ドーム、過去当時のすぐ近くの学校でした。そうなんだ。あの周辺をよく歩いていました。桃地浜のあたりね、地陽浜のあたりね、コンビニでホークスの選手に会ったというクラスメートもいましたよということですね。で、福岡おいしいものが本当にたくさんありましたが、私の一押しは三瀬峠の地鶏と中洲の中華料理屋さんの桃園、桃の園と書いて桃園の唐揚げです。お、唐揚げはちょっとマニアックかもしれませんが、知る人ぞ知る、絶品唐揚げだと思います。食べたいわ、絶品唐揚げ。桃園ね、またちょっと地元の人に聞いてみますわ。ありがとうございます。ヤマッチョさん、いつもありがとう。おっとっとのくだりは私が人づてで聞いたのは、ご推察の通りお菓子のおっとっとだったように思いますね。おっとっと、僕はすぐ分かりましたよ。トークライブのチケット販売200枚は難しいですが、数枚ならばご協力できると思います。あ、難しいじゃないや、厳しいノルマはかけないでくださいね。キックバックはいりませんので。キックバックのノルマありませんよね。え、時事ネタを放り込んできますね。いいですね、うながれ関係ないからね。ラグビーナイスゲームでしたね。1点差でホンダヒートが近鉄ライナーズに勝ちましたよね。大前さんと大西さんのフェーズのつなぎもお見事で、テレビの前で盛り上がっておりました。あ、ヤマッチョさん、あのヤマハの大便戦で、あの翔太郎さんにお疲れ様でしたって言っといたよ。なんかあの大便戦出るために1ヶ月間体を作ったそうです。ね、ありがとうございました。それからこちらは山本敏子さんです。大阪は今日までは暖かいと思っていたらすでに寒かったです。寒かったね、今日ね、雨も降ってきて。ラグビーの実況は寒さに震えることはなかったですか？大丈夫、室内、放送席中なんでも全然快適でした。私はラグビーもサッカーも難しくて見ないのですが、アメフトはすごく好きで、長井の淀港スタジアムで年1回学生の試合があるのを心待ちにしています。アメフトのルールが分かったならば、サッカーとかラグビーは絶対分かります。サッカーって一番ルールが少ないのよ、知ってるね。はい、そっか、アメフト見るんだ。関西はアメフトファン多いもんね。ありがとうございます。榎本君夫さんですが、
博多弁、福岡といっても全部同じではないのですね。神奈川、横浜というと、なんとかじゃん、いいじゃん、すごいじゃん、などが方言と言われていました。今は他県の人も使うようになっていませんか。関西人でもいいじゃんって言いますよ。言う言う、じゃんは言う。いいね、すごいじゃんって言います言います。はい、言うわ。あれはまあ関東弁だわな。関東弁って言っても僕らざっくり関東弁って言うけど、やっぱりいろいろあるんだよね、きっとね。確かに栃木とか茨城の方行ったらちょっとあの方言があるもんね。独特のイントネーションというか、もう東北に近いよね、なんかね。ね、U字工事さんの漫才とか聞いたら栃木でしょ、あれ。面白いわね、あれもね。ありがとうございます。それからですね、たくさん頂戴しておりまして、坂井戸さんですが、北大阪急行電鉄の延伸開業まで1週間を切りましたね。ねと言われてもあまり僕は同意するあの感じはないので利用しないんで、新駅となる箕面千波半大前駅には、半大前の大前という文字が含まれているので、つい大前さんを連想してしまいます。石橋半大前もあります、宝塚線には。同じ理由で京阪電車の龍谷台前深草駅でも同様に連想 してしまうのですが、他にも丸々台前という駅前を見たときに、大前さんはご自身のお名前だと錯覚して反応してしまうものなのでしょうか。全く反応しません。ありがとうございます。で、台前だもんね。そうですね、あずきさんもね、博多福岡は博多弁と一括りに考えてしまいますが、確かに関西に置き換えてみると違うなと思いました。兵庫県の言葉も違いますもんね。私は母方が奈良なのですが、奈良の語尾が少し上がるイントネーションが好きです。なんて上がるの、全然わからんわ。上がるんだろうね、そうやっておっしゃるんだから。全然わからん。僕の友達とか知り合いに奈良の人何人かいるけども、普通の関西弁だけどね、奈良弁それっていうのはないね。和歌山はあるよね。和歌山弁って一発でわかるかな、ね。で、四国の方行ってもイントネーションは関西でも、ああ徳島弁ねとかね、土佐弁ねとかあるもんね。奈良弁ってあるんや。まああるだろうな。奈良も都言葉だったのでしょうからね、昔はね。ありがとうございます。というわけでカズラジお送りしておりますけれどもね、お前は明日は江坂に行くよ、秀九九さん。またバトルが待っているよ。江坂ね、行ってきます。明日は教室でございます。で、火曜日また朝から、福岡に移動してナイトゲームで、ソフトバンクと阪神さんのオープン戦の実況させてもらいます。解説は松中信彦さん。松中さんは、熊本の八代の出身ですね。この前八代亜紀さんのお別れの会行かれたそうですよ。で、水曜日がまた、実況で、これデイゲーム、解説が若菜義晴さん。若菜さんはね、福岡柳川市筑後の方ですね、ということで同じ九州でも広いわね、やっぱりね。関西も一国に行っても広い。そっか、奈良弁もあるんだ、まあ、京都弁もあるんだからあるわな。僕らその違いがよく分かんないんだけどもね、はい。でも大阪の中で河内弁と僕らの使う言葉ってやっぱり全然違うからね、違うもんね。で、僕は関西弁で友達同士とか喋るでしょ。基本めちゃめちゃ関西弁で喋るんですけど、だからね、あの九州の、スタッフね、行くと、まあ、僕は関西から来てるってみんな、ご存知でしょ。で、お前さんってあの普段はずっと関西弁で喋ってらっしゃるのに、放送になったらピタッと普通の言葉に変わるじゃない、あれすごいですねって言われるんだけど、それが仕事ですからって言うんだけど、だから関西人ってやっぱり関西弁喋るってイメージが福岡の方にもあるみたいで、だから僕が普段は関西弁で喋るんだ、お前さんこんな風に喋るんだと思ってるんだけど、放送になったら、まあ、いわゆる共通語で喋るわけですから ね、それがすごいと思いますって、村尾さんって女子のディレクターいるんだけど、お前さん普段全部関西弁なのに放送になったら全然出ませんよねって、出たら大変でしょうと思うんだけどもね。というわけで今日も取り留めもないお話でございました。ありがとうございました。
まあ、いろんな言葉があるんだよ、ね、その言葉というのはその土地を表す言葉でもある、一つその、地方の顔でもあるわけですからね、いいですね、その地方地方の言葉っていうのが、まあ、だんだんね、テレビとかネットの普及でいろんな言葉がこう氾濫してるし、昔と違ってみんなが出かけてきて転勤なんかもあるんで、いろんな言葉がこう混じってきて、本来のその、土地の言葉っていうのがだんだん、薄らいできているのは事実ではありますよね。ね、まあでも、まあ、それもまた時代の流れなんでね。まあ、それにしても光る君へのあの京言葉が全く使われていないというあの放送どうなんと思ったりしません？そのくせね、朝の連ドラではどぎつい関西弁で喋るわけでしょ。不思議だね。今回も最後までご視聴ありがとうございました。まあ、言葉って難しいですわね。ありがとうございます。